キラークイーンの特殊能力、それは触れたものはどんなものでも爆弾に変えることができる。何であろうと、たとえ100円玉だろうと。100円玉を捨てろとアーベスト。これで今夜もくつろいで熟睡できるな。このキラヨシカゲの正体を知る者はいない。君さえ消えていなくなってくれればね。オラもパパとママ守る。キラークイーンはすでにドアノブに触っている。これがキラークイーンの能力だ。君とはここまでだ。綺麗にお別れしようね。このスタンド。何かやばい。おら、いでででで、で何してるんです。触ってると爆発するんですってば。早く離して。おら、やはりな。温度の高い方を優先的に探知して追撃していくんだぜ。助かった。しかし体温の温度で爆発するっていうのなら、こいつは炎の手前だ。このパワー、こっちを見ろ。まずい。文字を無視して突っ込んでくる。そこはどこだ。早く言え、ボケ。靴のムカデ屋だよ。早く来て。しまった。エコーズの尻尾文字も一緒に。尻尾文字が破壊された。ダメージが。連れてきた。私の目の前で殺してみせた。あいつは恐ろしすぎた。顔をシンデレラで変換させられた。髪の毛も指紋も無理やり。別人になったってことか。そう、顔はクレイジーダイヤモンド。 あいつのジョース、彼女に触るな。そこを離れろ。あいつの顔は。ふざけてんじゃねえぜ。てめえの給料安いくせに私のこんな立派な家を借りようってのが贅沢なんだよ、トンチキ。分相ってもんがあんだろうが。あの、すぐに。いや、勘違いしないでくださいよ。ちょっぴりばかりって言ったのは、ほら、50数万円しかないって意味でしてね。まだどんなスタンド能力かわからなかったが、こいつを始末する。キラークイーン。かわいそうだが、これで吹っ飛ばす。第一の爆弾スイッチオン。何、バカな。不発弾はありえない。こいつのせいか、こいつが能力で爆発させないのか。え、それ草。その植物動いてるわ。戻っていろと言ったはずだぞ。忍ぶ。
完全にこれは 10cc 以上入れられている。しまった、ダメだ、まずい、やるしかない、あれをやるしかない。キラークイーン、くっ、なあ。ねえ、ミカったらさ、ブランド物のイヤリング彼氏に買ってもらったんだって。私にも買ってよ。今度ね。なんだてめえは、人の部屋に。おい、勝手に入ってきてんじゃん。爪切り上手じゃないか。それも気に入ったよ。そして喋らない君は実に可愛いよ。鍵は閉めていなかった。ハヤト、あいつまさかな。これは取引じゃない。お前は従わなくちゃいけない。いいな。甘いぞ。この私がそんなことを許すと思うか。殺された。キラークイーン第3の爆弾、バイツァーダスト、ヘブンズドア。すでに岸辺露伴、キラークイーンはお前の瞳の中に入っている。見えているのはそれだ。キラークイーン第3の爆弾のスイッチもすでに作動している。キラリオ仕掛けは川尻工作だ。僕のヘブンズドアが見つけたんだ。もしなくてはこいつくんに。そしてここからが真のキラークイーン第3の能力なのだ。死なせちゃいけない。ロハンを助けなくちゃいけない。岸辺ロハンか。見ろ、彼は今自分がなぜ死んでいくのかさえも気づいていない。もう漫画が描けないな、なんてことを考えているのかな。待て、ジョースケ、何か様子がおかしい。うずくまってどうかしたのか。させない。なぜかカッターナイフが喉に刺さらない。こいつは、このスタンドは一度見たらこの姿は忘れねえ。キラークイーン、おらら。正確にはキラークイーン第3の爆弾、バイツァーダストだよ。攻撃してももう遅い。私のことを見たということはすでに目の中に入ったということなのだ。何人だろうと同時にな。お前らは私の正体を探った。ジョースケ、ストロークでも油断するな。触らずに攻撃すんならよ、俺のザ・ハンドの方が向いている。来い。ちぃ、空間を削り瞬間移動か。ジョースケに対して攻撃したのに方向が変わっちまったじゃないか。お前の方に攻撃が。あ、
ランドセルの中。あっ、見えないの、その歪みなんだ。命中する。思い込むということは何よりも恐ろしいことだ。しかも自分の能力や才能を優れたものと過信しているときはさらに始末が悪い。通過してきた。接触しても爆発しない。逆に言うと奥安さんを救う方法があるってことさ。それはキラークイーン、スイッチを入れろ。僕が触ればいいんだ。何？ハヤト、てめえ。分かったぜ、クレイジーダイヤモンド。ドラララララ。ぶっつんしてるぜ、川尻隼人。おめえのそのぶっ飛んでる根性。爆弾になった空気弾はキラークイーンの能力で固定されている。だからしぼまない。叩き潰そうが、細切れにしようが、爆弾の能力を失わせることはできない。もっとも触った時点で点火するがな。よし、着弾。え、か、体が浮いてるの。変化。いや、浮いてるんじゃない。うわ。やっぱり下着泥棒だ、このパンティーは。最初からやりたくねえことだぜ、クレイジーダイヤモンド。よし、ジョウスケに着弾。点火。やったぞ、命中した。ボソボソ声だからジョウスケさんとの声の違いがバレてない。さらに左へ1メートル。逃げた。なんじゃと、なんてことするんだこの野郎。そこだ、点火しろ。よし、かげ。何？いや、限界だ、押すね、今だ。いや、やったぞ、発動したぞ。戻れたぞ、作動できたんだ。